フレッシュなね、渡辺選手を入れてというところだと思いますね。北爪、そしてシュート、豊島先制、横浜 FC 豊島明が仕留めました。今シーズンの4点目。この縦パスですね、縦パスにしっかりと北爪選手反応して、また最後シュート、豊島選手落ち着いてましたね。目から豊島しっかりと仕留めてみせました。前期ではホームで新潟に敗れた横浜 FC が雪辱のゴール、横浜 FC が先制し